らっしゃいませ。ごめんね、さっきは忙しそうな時にお邪魔しちゃって。 いえ、それでおじさん、いや桐生さんからの伝言って。あ、そうだよね。あ、その話をしないとね。実は昨日の夜、俺と桐生さん一緒に大阪芸能の社長さんのインタビューを見ていてね、君のドームでのコンサートがキャンセルになったことを知ったんだよ。そうだったんですか。でも桐生さん、昨日の夜はちょっと忙しくてね、君に会いに行く時間がないから俺に伝言を頼むって。それでおじさんはなんて。諦めるな、そう君に伝えてくれって。諦めるな。短い伝言だよね。でも本当は桐生さん、もっともっと君に伝えたいことがあったんだと思う。だけど時間がなかったから、一番伝えたい言葉だけを選んで俺に伝言を頼んだんじゃないかな。諦めるなか。いい言葉だよね。俺は桐生さんと君との関係はよく知らないんだけど、きっと桐生さんは君のことずっと応援してるんだろうね。はい、ずっと、もうずっとずっと応援してくれてます。そうなんだ。だけどよかった、桐生さんの願いは通じたのかもしれない。ドームのコンサートはできなくなっちゃったけど、さっきの様子だと何かいいことがあったみたいじゃない？何かあったの？はい、実はあさってドームでティーセットの二人と一緒にコンサートができることになったんです。え、ドームで？よくわからないけど、うちの事務所の社長と大阪芸能の勝谷社長が私たちに内緒で計画していたコンサートみたいなんです。だから私本当に嬉しくって。そうか。あ、そういえばさっきおじさんと一緒にテレビ見てたって言ってましたけど、福岡からわざわざ伝言伝えに来てくれたんですか？あ、いや、それは。もうおじさん相変わらず人使い荒いんだな。そんなことするなら電話してくれればいいのに。ねえ、そう思いません？
あの、はるかちゃん、実は桐生さんは今カムロ町に来ている。ちょっと前の職場のトラブルがあったらしくてね。短い出張みたいなもんだ。そうだったんですか。今は出かけてるけど、すぐそこのビル、ニューセレナって店が入ってるビルに滞在してる。はるかちゃん、さっき桐生さんからの伝言を伝えたばっかりなんだけどさ、そのコンサートどうしてもやらないとダメなのかな。え、どうしてそんなこと。これは俺の勘なんだけど、そのコンサート裏に何かありそうな気がするんだ。何かって何ですか。わからない。でもさ、そのコンサートって急に決まった話なんだよね。だったらなおさらおかしいって。日本ドームでのイベントなんかそんなに簡単に組めるもんじゃないし、絶対なんかあると思わない。まあそれはそうですけど。それにさ、実は今桐生さん大変な時なんだよ。親友だった人が事故で危篤になってるみたいでね。え、誰ですか。それは俺も知らない。でも落ち込みっぷりは半端ない。このままだとやけを起こして何かをしてしまう可能性すらあると思う。あんなに強い桐生さんでさえ大事な人を失った時は心が弱くなるんだ。そんな時もしそばに君がいてあげたら、きっと桐生さんにとってそれ以上の心の救いはないと思う。どうだろう、君はまだ若い。それに今ここで焦ってコンサートしなくても、またいつの日かちゃんと実力でドームの舞台に立てる時が来るはずだ。今は桐生さんのために彼のそばにいてやってもらえないか。はるかちゃん、ごめんなさい。私は桐生さんのそばにはいられません。はるかちゃん、おじさんは優しい人だから、友達がそんなことになってすごく辛いんだと思います。でもきっと今私が戻っちゃったら、おじさんも私ももっと大事なものを失ってしまう気がするんです。大事なもの。ええ、うまく言葉にはできないけど、自分が信じていたものが壊れてしまうっていうか、その私、おじさんを信じています。だから私はおじさんが苦しんで苦しんで送り出してくれた道を進みます。ありがとうございました。おじさんの伝言伝えてくれて。いや、それじゃあ私戻ります。ちゃんとレッスンしないといけないんで。はるかちゃん、最後に一つ聞いてもいいかい。ん？君、最後まで俺が桐生さんとどんな関係なのか、それに名前すら聞かなかったけど、どうしてそこまで俺を信用することができたんだ。だってそれは、お兄さんおじさんの友達だと思えたから。俺が？はい、私わかるんです。桐生さんが好きな人ってみんななんとなく似てる人が多いから。似てるか。少なくとも私にはお兄さんが悪い人だとは思えませんでした。それじゃあ答えになってませんか？いや、ありがとう。大丈夫だよ。それじゃあ失礼します。やっぱり俺は
まだダメダメだね。
ええ。私勝ちます。よろしくな。
らっしゃいませ。大丈夫かしら。かなり苦しそうだけど。俺は腕やったが、こいつは脇腹に一発黒取る。ここまでたどり着けたんが不思議なくらいや。病院に行った方がいいんじゃないの？そうした因は山々やけどな。今病院に近づいたら警察に捕まる可能性が高い。そうなれば理由がどうあれ、2、3日は身動きが取られへんようになってまう。それだけは避けなあかんのや。ママには迷惑かけてしまうがな。それは全然いいんだけど。おう、どうだ怪我の具合は。そうか。それで大吾の方はどんな具合や。そっちも悪い。心臓を無理やり動かしてるって状況だ。今日明日が峠ってとこだろ。しかし驚いたぜ。俺が追いかけてた殺人事件の容疑者と
堂島大吾が一緒に東都大医学部に運び込まれたって聞いたときは、てっきり東条会と近江連合の抗争が原因で殺し合いでもしたのかと思ってたが、まさか事件の裏にお前らまで控えていたとはな。あんた、俺らをかくまうようなことして大丈夫なんか？大丈夫なわけねえだろ。バレりゃまた免職もんだな。でもまあいいんだ。俺の刑事人生は17年前の桐生の逮捕から始まったみたいなもんだ。途中退職も桐生、そして復職も桐生。まあ言い換えりゃ、俺はこいつがいなかったら刑事なんて仕事やってねえんだからよ。立場は違えど相棒みたいなもんちゅうことか。ダチでもなけりゃ同僚でもない。でも必ずどっかでつながっちまう。まあ俺とこいつはそういう因縁ってやつで結ばれてんだろうがな。因縁か。この店もそうさ。17年前も桐生はこの店を出てから事件に巻き込まれ、親友のため罪をかぶった。そしてその10年後、桐生はまたこの店へと戻り、東条会の消えた100億事件に巻き込まれていった。それから7年間常に桐生は裏社会のキーマンとして戦う運命にあった。だがいつもその戦いの始まりと新たな人間との出会いの場所はこのセレナだった。そうだったわね。ここは桐生一馬という男にとって人生の交差点みてえな場所なのかもしれねえな。その通りですよ、伊達さん。秋山、この店は桐生さん、それにその信念に共鳴する人間の交差点。やっぱりみんなここに集まってくるんですね。お前、お久しぶりですね、冴島さん。どうしてお前がここに？実は皆さんに近江連合と東条会の今起こっていることについていろいろと話さなきゃならない、聞いておかなきゃならないことがあると思いましたね。秋山、まさかお前も一枚噛んどるんか？ええ、まあ福岡で始まり、札幌、大阪、そして名古屋と続いた東条会をめぐるこの一連の事件、それは全てつながっています。七代目近江連合現会長黒沢翼、彼の計画に気づいた三人の男の手によってね。三人の男？堂島大吾さん、それに大阪工業会長の勝谷直樹、そしてもう一人はあの真島五郎さんです。これは真島さんと勝谷、それにパク・ミレイという女性が命がけで計画した愛する人間を守るための証拠です。皆さん、少しお時間をもらえませんか？今回の事件、全ては近江連合の現会長黒沢という男が計画したものです。それはもうご存知ですか？ああ、お前が来る前に冴島からあらかたの話は聞いてる。あの黒沢って男が東条会の幹部や桐生、それに身内の渡瀬や勝谷を消すためにやったことやと言うとったが。そうです、全ては黒沢の余命が原因で今回の事件は始まっています。東条会の杯外交、それに伴う福岡、札幌、名古屋での幹部殺害、全ては黒沢が描いた計画です。しかし唯一大阪で起こった事件のみが性質が違います。大阪での事件って一体何なんだ？この手紙です。真島さんがかつて結婚していたパクさんという女性に宛てたこの手紙をめぐって、勝谷率いる大阪工業と遥ちゃんが所属する芸能事務所
ダイナチアとの騒動が起きてしまったんです。真島の別れた女だと？佐島、お前そんなこと知ってたか？思い出したわ。勝谷っちゅう名前もパクいう名前もどっかで聞いたことある思ってた。シャバに出てきてから一度真島の口からそんな名前のやつの話を聞いたことがある。おそらくお互いの今の立場もあっていろいろと公にできないところもあったんでしょう。真島さんがかつて結婚していたという事実を知る人間はほとんどいないはずです。で、この手紙がどうしたんだ？これがそんなに重要なもんなのか？その手紙は真島さんがかつての妻だった女性遥ちゃんも所属するダイナチア芸能事務所の社長パク・ミレイさんに宛てたものです。問題はその手紙の消し印。真島さんが札幌で殺されたという日よりも後のものなんです。真島が死んだ後の消し印だと？ええ。しかも手紙の文面は真島さんの居場所を指し示す内容になっている。その情報を知った大阪工業の連中は真島さんはまだ生きているものだと思い真島さんの居場所を突き止めようとその手紙を奪いに走ったんです。その結果手紙を持っていたパクさんは非業な死を遂げその手紙を引き継いだハルカちゃんも大阪工業に追われる身となってしまった。ちょっと待て。じゃあ真島はまだ生きてるってことなのか？いや、残念ながらそれはないでしょうね。もし生きているとすれば昨晩黒沢を追って姿を現しているでしょう。でも真島さんは姿を現さなかった。おそらくこの手紙がパクさんに届いた段階ですでに亡くなっていたと考える方が自然です。兄弟、じゃあこの手紙どうやって真島はパクって女に出すことができたんだ？勝也です。そもそもこの手紙はあらかじめ真島さんから勝也に託されたものだったんです。なんだと？どういうことなんだ？ずっと気になっていたことがあったんです。大阪工業の人間はどこでこの手紙の存在を知り得たのか、それが全く分かりませんでした。そのダイナチェアいう会社の誰かから話漏れたんか？いや、それはありません。パクさんは生前手紙を金庫に保管していたくらいです。手紙を持っているということすら従業員は知らなかったでしょう。じゃあどっから？その秘密がこの写真に隠されていました。これは今から20年前、当時東京でアイドルとして活動していたパクさん、それにその旦那さんだった真島さん、そしてまだアクション俳優として活躍していた頃の勝也を写したものです。なんだと？当時勝也のマネージャーをしていた男から聞きました。パクさんと勝也、それに真島さんの3人は20年前から切っても切れない深い絆でつながっていたんです。俳優を引退した勝也を世話したのも真島さんだそうです。お前さっきこの3人が計画した言うとったけど、そしたらまさか？そう、真島さんの手紙の存在をリークしたのは勝也、それに他でもないパクさん自身なんです。どういうことだ？おそらくその手紙は真島さんと勝也が黒沢の計画に気づき仕掛けたトラップといったところでしょう。トラップ？本来殺されるはずだった真島さんが生きているという情報をわざと流し、その情報に寄ってくる人間が誰なのか、それを見定めるための罠として手紙は用意されたものだったんです。そして敵はまんまとその罠にはまった。誰だったんだその敵ってのは？勝也が会長を務める近江連合直参、大阪工業若頭の金井、それに俺をわざと煽って遥ちゃんが大阪から逃げないよう誘導した府警の刑事、あの黒沢が真島さんの手紙を追っていた人間です。金井て大吾を撃ったあの男か？古文の金井が
裏で黒沢とつながっているということを知った勝也は、自分が真島さんと通じているということを悟られないようにするため、あえて自らもこの手紙を追うような行動を取った。だが実際は家内に監禁されていた遥ちゃんを救い出したり、遥ちゃんの身に危険が及ばないよう先回りするような行動を取っています。きっとそれがパクさんを守りきれなかったことへの償いでもあったんでしょう。じゃあパクは勝也と真島の計画に巻き込まれた犠牲者だったってわけか。おそらくパクさんもこの手紙を受け取った段階で自分の身に危険が迫ることは分かっていたんだと思います。だから事件の鍵を解き明かすためのヒントを、金庫の鍵である万年筆を遥ちゃんに託した。もしものことがあった時、遥ちゃんならきっと自分の意思を継いでくれるに違いない、そう思ったんでしょう。でもなぜそこまで分かっていてパクは真島や勝也に協力したんだ。東条会と近江連合の構想とは関係のない人間のはずなのに。それが彼女と真島さんの絆なんでしょう。多分パクさんは死ぬまで真島さんと会うつもりはなかったんだと思います。生きる世界も違う、いくら愛していても一度すれ違った道は再び交わることはない。だがそれでも彼女はどこかでつながりを感じていたかった。だから勝也を通じて真島さんの近況を聞き、20年前の思い出をよすがにして孤独なビジネスの道を歩んでいったんだと思います。桐生さんと俺らの交わる点がこの店なんだとしたら、パクさんと真島さん、愛し合いながらも別れなければならなかった二人の交差点は勝也だったということでしょう。しかしそれにしてもお前、よくその手紙と写真だけで福岡や名古屋の事件のことまで調べたもんだな。ああ、いや実は今ちょっとそのあたりの事情に詳しいっていうか、詳しくなってしまった人間と一緒に行動してましたね。誰だそれ。元プロ野球選手でうちの店の客なんですが、今ちょっと友達のところに会いに行ってます。友達？なあ兄ちゃん、一つ聞いていいか。例えば兄ちゃんやったら、同じ夢を追いかけた仲間が殺された時、夢と復讐どっち取る？復讐ですね、間違いなく。でもそいつが復讐を望んでいないんだとしたら、夢を取ります。そいつの夢も叶えるためにね。それが仲間ってもんじゃないですか。悪かったな、いきなり話しかけて。ほな。ちょっともう、いつもそこでミスるわね。確かにさ、曲の後半で一番動きが激しいとこだけどさ、振りが頭に入ってないんじゃないの？すいません。先生、もう一度お願いします。
厳しいわ。うちのあの二人、性格は褒められたもんやないが、ダンスと歌の実力は本物や。振り付けを覚えるコツも、それを表現するテクニックも知っとる。それに引き換え、はるかの方はまだまだやな。せやけど、あのパクさんが夢を託した女や。なんとしてもあと1日でこの曲をマスターしてもらわんことにはな。せや、なんせもう明日にはドームの舞台に立つんやからね。ドームのコンサートが危険だと？ええ、実は一番皆さんに相談したかったのはそのことなんです。実は遥ちゃん、日本ドームでメジャーデビューコンサートを控えてるんですが、それが危険なんじゃないかと。けど確かあのコンサートは中止になったはず。それが違うんです。実は勝也が手を回して日程が今日から明日に変更になったんです。しかも遥ちゃんだけでなく、大阪芸能所属の遥ちゃんのライバル T セットとの特別ユニットを組んで舞台に立つと。 T セットっつったら、はるかの代わりにコンサートやるっつったあのコンビがあれと組むのか？ええ、多分今も明日披露するデビュー曲のレッスンをしているところでしょう。で、コンサートが危ないチューンはどういうことや？多分勝也は遥ちゃんのコンサートが黒沢に狙われているというとこまで読んだ上で、わざと遥ちゃんの公演を中止にさせたんじゃないかと思いましてね。なんで黒沢は遥を狙うんだ？もしもの時のための保険でしょう。遥ちゃんは桐生さんを殺し損ねた時の脅迫材料にするにはもってこいの存在ですからね。確かにあの時黒沢は言うとったな、桐生に遥の心配をした方がええっちゅうようなことを。だがドームでのコンサートはパクさん、そして勝也自身の夢でもあった。だからどうにか開催日を変更することで遥ちゃんの安全を確保し、彼女をドームのステージに立たせようとしてたんじゃないかと。なるほどな。しかしその予定も狂ってしまった。本来なら勝也は昨晩黒沢と決着をつけるつもりだったんでしょう。だが黒沢を取り逃してしまった。コンサートを中止しようにも当の勝也は意識不明の重体。事態は悪い方向に進んでしまってます。それでお前はどうする気なんだ？明日のコンサート、何とかして黒沢たちの侵入を防ぐ、もしくは延期、いや中止にできないかと思ってます。中止か。まあそうなるよな。ドームでのコンサートなんてことになりゃ、それこそ万を超える人間が出入りすることになる。実際黒沢の侵入は防げたとしても、その一味全員を締め出すなんてことは不可能だからな。正直辛い選択です。実際に俺も今日までは何としても遥ちゃんを舞台に立たせるつもりで協力してきました。ですが黒沢がこの町にいる今、他に選択肢が。ダメだ。桐生さん。動けるのかお前。どんな事情があってもそのコンサートを中止にしないでやってくれ。桐生、お前話聞いてたのか？ああ、大体のところはな。だったらわかるだろう、今ドームでコンサートをすることがどれだけ危険なことなのか。分かってる。それじゃどうして？遥かが今の話を知ったところで、結局は舞台に立つ道を選ぶからだ。お前もそれを分かってて俺たちに相談しに来たんじゃないのか。
おそらくハルカを止めることができる人間は俺だけだろうからな。そうです。きっとハルカちゃんはどんな危険が待っていると分かっていても舞台に上がると言うでしょう。でも桐生さん、あなたが直接諦めろと言えば彼女はそれに従うはずだ。危険と分かっていてもあなたに彼女を舞台に立たせる勇気がありますか、桐生さん。おい、キリュウ、お前。俺が行ってくる。こんなとこにおったんか。ちょっと夜風に当たりたくてな。お前迷っとんのか。まあな、答えは心の中で決まっているのにどうしても怖いんだ。あの黒沢って男に遥のことを言われた瞬間からそのことが頭から離れない。あの黒沢って男は心に揺さぶりをかけるのが天才的にうまいやつや。無理もない。それだけじゃないんだ。ハルカや朝顔の子供たちと離れて暮らしてからの1年間、俺は本当の孤独というものを味わった。そばに女がいても新しい仲間ができてもなぜか心は寂しかった。どうしてなんだろうな。昔は無所で暮らした時もこんな感覚なかったの。もう俺も老いちまったってことなのかな。ちゃう、それが家族なんや。家族。17年前、お前には家族がおった。錦山、それに由美、風間の親父といった連中がな。せやから10年無所に入ろうが遠く離れて暮らそうが寂しいと思うことがなかったんや。自分には帰る家がある。絶対に待っとってくれる家族がおる。それだけで人間は孤独から救われるんや。俺もそうやった。25年も無所に入っとってそれでも希望を失わんかったんは外に安子、それに真島の兄弟が待っとると信じてたからや。けど安子は死んだ。それに真島の兄弟も行方知れずや。けどな、俺は今ちっとも寂しない。なんでかわかるか。いや、二人とも自分の決めた道を進んだ末行ったから。奴らは生かされてたんやない。自分の力で生きて自分の足で歩いて力尽きたなら残った俺は奴らの分まで思いっきり生きるだけ、そう思えるようになったんや。自分の力で生きるか。遥のコンサートのことはお前が決めたらええ。お前があの子に夢を叶えさせたいと思うんやったら俺らはいくらでも協力する。たまには仲間を頼りにするっちゅうのも悪いもんやないで、キリュウ。
だからこっちの入り口からは入れないんだって。野球の時とは違うの。あ、だったらこっちの入り口はどうですか。ここだったら外野席にも侵入できますよ。お前ら。ああ、キリュウさん、お帰りなさい。何やってるんだ。ああ、これ日本ドームの図面ですよ。明日のコンサートの見取り図を作ってまして。明日の。だってキリュウさん、はるかちゃんに諦めるなって言ったんでしょ。え、さっきこの図面を取りに行った時、はるかちゃんが言ってましたよ。キリュウさんからの伝言聞いたって。もうそうだったらそうと早く言ってくれればよかったのに。ねえ、西島さん。そうやな。じゃあ当日の入り口についてですが、もう一度おさらいするとですね。ちょっと待ってくれ。え？この男誰なんだ。ああ、紹介するの忘れてました。彼が大吾さんの友人で元プロ野球選手で、球界を追放されて、おまけに俺から3億2000万もの金を借金しようとした、名古屋の風俗ライター、白田です。よろしくお願いします。じゃあもし敵が遥ちゃんを銃か何かで狙撃するとしたら、外野スタンドからしかありえないってことだな。はい、もしこの図面通りステージがホームベース上に位置するんであれば、誰にも見つからずに狙撃できるポイントはさらに絞られます。このバックスタンドの横、この部分しかありえません。なんでそこまで断定できるんや。もっと他にも狙撃できるとこありそうなもんやけどな。それ以外の場所だと周囲に人がいたり、角度の問題で狙撃するのが難しくなってしまう。ステージの柱や照明、それにカメラの配置を考えると、ホームベースを狙い撃ちするにはこのポイントしか考えられないんです。まるで経験があるような言いっぷりだな。いくら元野球選手って言ったって、狙撃されたこともしたこともないんでしょ。本当にその場所に敵が来るって断定しちゃっていいのかな。本当ですって、ここしかないんですって。現に狙撃とまではいかないですが、実際プロの世界じゃホームチームがこのポイントにスパイを用意するのは常識だったりしますから。スパイ、なんだそれ。いわゆるサイン筒ってやつです。このポイントから相手キャッチャーのサインを直接望遠鏡などで盗んで、それをベンチに無線で送ったりしてます。じゃあプロのバッターってのは相手の配球を知った上で打ったりしてるってわけ。全部が全部ってわけじゃないですけど、試合を決定づけるような局面でサインを盗むってのは結構ありますね。ちょっと待った。それじゃあ君が15年前サイン盗したって疑いをかけられた事件ってのも本当にサインを盗んでいたってこと。その逆なんです。本来ならサヨナラがかかったあの場面、ワイバーンズが勝ちに行くんであれば、バックスタンドのこの場所にスパイを配置してサインを盗み、その配球を三塁コーチャーが俺に教えてくるはずでした。だがあの時バックスタンドには誰もいなかった。じゃあ君はサインを知らなかったってこと。はい、だからあの時俺はホームランを打てたんです。サインを事前に知らされていたら、きっとあのストレートを打つことはできなかったでしょうから。なるほど、皮肉なもんだね。サインを知らなかったからこそ打てたホームランか。なのに君はサイン等の権威をかけられ球界追放されちまったんだからな。だがどうして15年前にそのことを話さなかったんだ。話せば無実が証明されそうなもんだが。ま、そうなんですけどね、できなかった。なんで。
お客さんの夢を奪いたくなかったんです。誰も夢のフィールドでそんなことが行われているなんて知らない。いや、知りたくもない。彼らは俺たちのプレーを見て喜び興奮し、自分の果たせなかった夢を重ね合わせる。俺が打ったたった一本のホームラン、それを見て元気を取り戻してくれたってファンの人もいてくれたんです。夢か。このコンサートも同じです。会場に来るお客さんたちは遥ちゃんの歌い踊る姿に夢を見る。人間ってのは自分の目で夢を見ないとダメなんです。夢を見なきゃ自分の夢を想像することなんてできない。そうやって夢ってのは形を変えて人から人に伝わっていくもんなんだと思います。俺が沢田に夢を見たように、道島君が俺に夢を感じてくれたように、今度は道島君が命がけで守ろうとした夢を俺が引き継ぐ番です。そやな、俺も兄弟が残した夢にけりつけなあかんからな。ですね。ああ、カムロ町の夜景がこんなにもいいもんだとはな。お前が生きてることは分かってた。最後の最後までどちらか片方が生き残り俺を倒す、それが勝也との約束だったんだろう。真島、黒沢。さあ、最後の一仕事手伝ってもらうとするか。